こんにちは、スクールビズの千葉です。本日はフィリピンクラークにあるヘルプの新垣さんにお越しいただいて学校のお話を伺いたいと思います。新垣さん、どうぞよろしくお願いいたします。ヘルプイングリッシュの新垣と申します。このヘルプのイングリッシュでマネージャーとして働いております。で、すごいセミスパルタでいい学校なので、学校の魅力一生懸命紹介していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日の流れとして、学校の紹介、それからコースの内容で、設備と生活環境ということで説明を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらの写真がクラークキャンパスのメインのビルになります。で、3階建てになってまして、2階3階が寮です。で、2階が女性、3階が男性と。で、1階に個人教室だったり授業する設備が整っているといったことになってます。こちらが正面玄関になるんですが、ゲートがついてて警備員もおりますので、セキュリティはしっかりしていると。とこう敷地が広くてですね、ヘルプイングリッシュの語学学校だけではなくて、ジェントリーというインターナショナルスクール、あとこのアイボラインというところでオンラインイングリッシュも運営しています。なので、多角的に教育事業に関わっている学校になっています。で、先ほどの玄関抜けていただいて進んでいくと、こちらが校舎の入り口になっていて、建物大きくてですね、壮大な感じになってます。で、入っていただくとメインエントラスになっていて、奥に抜けると中庭だったり広い敷地になっています。左の方にたくさん個人教室があって、そちらで授業を受けるといったことになります。ここから基本情報ということでお話ししていきます。学生定員がマックスで250人程度、部屋が基本的に1人部屋から2人部屋と3人部屋から4人部屋に分かれていて、まあその状況によるんですが、最大で250人程度入れるようなキャパシティとなっています。講師の方も現在57人で、まあ非常勤の先生が17人と、で、全員フィリピン人の先生でという構成となっています。基本的に日本人は少なく 10% から 20% ですね。はい、で、8月9月に関しては夏休みの期間なので、まあその期間になると日本人の学生が増えて、だいたい 20% から少し超えるかもしれない時もあるといったことになってます。で、日本語スタッフが2名おりまして、私がマーケティング担当と、あともう一人学生マネージャーという日本人スタッフがいまして、基本的に学校で困りごとがあったりとか、簡単なオリエンテーションだったりいうのに乗ってくれるような、なので、まあ安心して日本人の方来られて、まあかつ日本人の学生が少ない状況で英語を学びたいっていう方にはすごいおすすめかなというふうに考えております。どうしてもね、こう日本人が多くなると日本語使いがちになってしまいますけど、しっかりこう学ぶのにはめちゃくちゃいいですよね。そうですね、日本人のグループが来ちゃうと結局一緒に話しちゃうというところはあったりはするんですがまあ基本的に外国人の方と仲良くなりやすい環境がありますので、そこはすごいいい部分かなと考えております。それでは当校のおすすめポイントというところで、セミスパルタシステムというところで1日9から11のクラスがあります。あと、オイテスト、パターンプラクティスっていう、これが結構大変なんですが、毎日20問の単語を覚えてもらって、で、それをもうその日テストする。パターンプラクティスというのは、例文を毎日5問配られます。で、その5問に対してセンテンスを各5問作るんですね。なので、1日に25個のセンテンスを作って、まあ、次の授業に提出しないといけないと。これがかなりセミスパルタというかスパルタじゃないかっていうぐらい大変です。まあ、ただ、それのおかげですごい語彙力だったり、表現力が身につくのでおすすめですね。必須の自己学習ということで、まあ、自己学習の時間は割とあるんですが、その中でも最低この時間だけは絶対に自己学習してくださいねという時間がありまして、欠席とかも取って管理しているといったことになります。1日9から11っていうのは結構なかなかのコマ数ですけども、テストが点数悪かったりしたら何かあるんですか？はい、語彙テストに関してはペナルティシステムというのがありまして、学生さんのレベルにはよるんですが、まあ、一定数以上間違えたらその1問ごとにペナルティとして1ペソ払わないといけないというような罰則制度が設けられています。あとテストに出席しないと、まあ、50ペソの罰金とか、ちょっと細かいスパルタシステムが組み込まれています。じゃあもうしっかり結果を出していかないと、もうどん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 お小遣いが減っていっちゃうということですね。そうですね、はい。いや、頑張りましょう、これは。はい、頑張りましょうということですね。はい。外出時間の規制というものもございまして、基本的に平日は1時間のみ外出ができると、語彙テストが一番最後なんですが、その語彙テストが終わった後に1時間外出可能ですね。で、近くに小さいショッピングモールがありますので、日用品だったり、まあちょっとした食べ物の買い出しとかができるような環境になっています。週末に関しては外出可能で、遠くに休みに行くことも旅行プランというものを学生マネージャーに相談してできるので、そこまでガチガチというわけではなくて、平日はしっかりみっちり勉強して、週末には遊んでリフレッシュして、といったようなセミスパルタな内容になっているというところですね。やるときはしっかりやってって感じですね。そ
とですね、はい、豊富なコースとプログラムというところで、まあ基本的に ESL だったりビジネスに特化した英語コース、あとはテストに特化したい方であれば IL2、 あと TOEIC、その他にも家族向けのファミリープログラムだったりジュニアキャンプというものがございますので、豊富な選択肢の中から自分に適したコースを選んでいただけるといった内容になっています。やっぱり ESL が人気ですかね。そうですね、 ESL、IL2、TOEIC が人気ですね。当校の強みというところで敷地規模の大きさとクラーク経済特区内にあるといったところで挙げさせていただいております。オンライン英語プログラム、先ほど冒頭で説明したんですが、同じ敷地内にオンラインの英語のプログラムと、あとこちらジェントリーインターナショナルスクールを構えていて、英語学校だけではなくて、まあ多角的に教育事業を行っていて、まあノウハウの共有だったりとかというところができる体制となっています。もうすごい開放感がある感じですよね。そうですね、はい、もう自然豊かで、はい、後でご紹介するんですけど、まあ中庭の写真とかも結構広くて、はい、勉強をするにはいい環境だなとは思いますね。プラーク経済特区にある学校なんですけれども、まあ基本的に経済活動が優遇されていたりといった環境の場所になっています。もともとアメリカの空軍基地があったっていうところもあって、まあ、フィリピンではあるんですが、ちょっとアメリカっぽい雰囲気というか、この写真見てわかるように自然がすごいのと、あと道がまっすぐ伸びてるといったような環境になっていて、うん、安全で治安がいい、一人で夜出歩けるような感じなので、フィリピンで少し治安が悪くて怖いっていう方も別に安心して暮らせる街かなとは考えております。代表的な ESL のコースについてお話しさせていただきます。 ESL ジェネラルっていうものが基本的なコースになってまして、1のクラスが合計9つとなっています。で、個人クラスとしてリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングと、まあ、4技能漏れなく勉強できるということになっています。グループクラスはもともと 3,4 人でグループを組んで授業をしてたんですが、学生さんのレベルとか合わせるのがちょっと難しくて、今は個人クラスに変わってます。基本的に個人クラスが5つ、はい、で、その中で一応スピーキングが2つっていうのが基本構成になってます。 MRC と書いてモーニングリーディングクラスなんですが、まあ、これは午前中にディクテーションだったり、そのディクテーションをしてその内容に対して質問が来たりと、リーディングと言ってる割には結構4技能全部鍛えられるようなちょっとタフな授業が朝から開講されています。はい、特別クラスっていうのがございまして、これはあの学生さんが好きに先生が開講している授業を選べるというような授業になっていて、まあ、例えば発音が得意な先生が発音特化のクラスを開いていて、まあ、他に文法が得意な先生が文法に特化してクラスを開いていると。で、それをまあ学生さんが好きに選んで、このまあ発音を勉強したい、文法を勉強したいというのを選んで参加できるようなクラスになってます。これは先生が授業みたいな感じで複数人の生徒で教えるみたいな感じ。その通りでございます。この語彙テストは毎日30分ございまして、間違えるとあのペナルティが発生するという恐怖のテストです。はい。あと1時間必須の自己学習がありますと。で、最後のレベルテストなんですが、基本的に生徒さんはじめに入学された時にレベルテストを行います。レベル分けを行って、で、それに合った教科書をお渡しして勉強していただくと。4週間ごとがプロジェクトの単位になってまして、4週間経ったタイミングではまたレベルテストを受けてもらって、どれぐらい成長したかっていうのが分かると。例えば3ヶ月のコースの方だと、そのレベルに応じてまた次の教科書に移って、どん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 英語を伸ばしていくといったような仕組みになってます。真ん中の ESL インテンシブっていうのが、普通の ESL コースにスピーキングが追加されて、より個人クラスを多めにしたようなクラスになっています。はい。次、スケジュールですね。基本的に生徒さん学校に来られた時に入学初日のスケジュールに沿って動いていただくんですが、先ほど説明した最初のレベルテストを行っていただいて、レベルを測る。で、それによって渡す教科書だったりを振り分けていくといったことになります。その後は日本人の学生マネージャーが校内のツアーをして、ルールだったりペナルティシステムだったり必要なことはしっかり説明しますので、安心して勉強に向かえるようになるといったことになります。普段の授業日のスケジュールが右側になるんですが、朝から晩までみっちり勉強できるようなスケジュールになっています。先ほどあの上で紹介したコースの内容が各40分単位で振り分けられると。人によっては個人クラスのところが受講学習組み替えになっているので、あくまで一例ということになっています。人によって受講学習の時間もあれば、はい、授業の時間もあるよってことですね。そういうことですね。はい、午前中に全てが集中してしまうみたいなことはなく、ちゃんとバランスよく振り分けられるので安心していただければと思います。ファミリープログラムというのもございまして、レギュラーのコースが16歳以上からしか参加できないんですが、ファミリーですと親御さんと一緒に
に15歳以下の方も参加できるようなプランもございますので、詳しくはグルービッチさんでのホームページで確認いただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。気になる方はね、ぜひお問い合わせください。学校の設備と生活環境についてこれからお話ししていきます。これが個人教室になってまして、ここで先生と1対1で授業を受けることになってます。ちゃんと個室になっているので、周りの音とかもそんなに気にせずに授業に集中できるかなと思います。こちら大教室になるんですが、全部で4つございまして、いろいろな用途があるんですが、まあ、1つは実習に使っていただく、あとは初日のオリエンテーション、あとはレベルテストをここで行ったりと、いろんな用途で使われています。先ほどの特別クラスもここで先生が開講するみたいな感じですか？その通りです。今ちょうど2つの特別クラスがやってるんですけれども、この大教室で生徒を集めて授業が開かれているといったことになります。続いてが寮になるんですが、これが3人部屋4人部屋の部屋になってまして、これ以外に1人2人部屋用っていうのがちょっともうちょっと狭い部屋が用意されてます。で、基本的に必要なもの以外なしという、ベッドと勉強用の机、あと冷蔵庫が置いてあると、すごいシンプルな内容になってます。収納棚もございますので、それぞれで使っていただきます。水回りになるんですが、フィリピンですごい汚いトイレを目撃したことがある方からすれば相当綺麗な内容になってるかなとは思います。お湯もしっかりと出ますし、水圧も割と強い方だと思うので、水回りの施設に関してはいいかなというふうに考えております。各部屋についてるって感じですよね？はい、各部屋にそれぞれトイレバスがついています、はい、食堂はもうものすごく広くて、250名の方が一斉にやっぱり食事食べに来られるとパンクしてしまうので、広めに設計されています、うん、こちらにカウンター席もございますので、好きに使っていただけるといったところですね。可愛いですね。可愛いですよね、はい。こちらが実際の食事のサンプルなんですけど、基本的に韓国経営の学校なので、基本的に韓国料理中心で、たまにフィリピン料理が出るかなといったところですね、うん、日本料理はほぼ出ないですね。結構辛いの苦手な人とか向けのなんかも出たりするんですか？そこまで辛くはないですね。もちろん韓国料理なので多少の辛みはあるんですが、全然食べれないというほどではないかなと。キムチは結構辛いんですが、それ以外はそんなに。普通に日本人の学生とか韓国以外の学生の方もいらっしゃるんですけど、普通に食べてるので、そこは問題ないのかなと思います。これはもうプレートで出されてる感じですか？ビュッフェ形式で取っていくような形になります。自分の食べれるものだけこうチョイスしていけばいい感じ、ね、そうですね、はい。もうどうしても嫌なものがあれば全然取らなくていいので大丈夫です、はい、その他の設備なんですが、勉強の合間にリフレッシュしていただくというところで、一つがバスケットボールコート、ここで他の学生さんと仲良くなって一緒に汗を流してまた勉強に戻っていただくといったことになります。いいなって思うのが屋根ついて、はい、いいですね。そうですね、雨降っててもみんな遊んでますね。日が強くても影になるので。ああ、そうですね、確かにいいポイントですで、あとスイミングプールもございます。結構広くて結構綺麗になってますね。卓球台も設置されてまして、リフレッシュで、まあ、卓球するかバスケットボールコートでボール遊びをするか、プールに入ってちょっと遊んでいただくかといったところで、勉強以外のリフレッシュができる環境も整っています。裏庭もすごい敷地が広くて開放感があるので、こういうベンチで自習したい方もいらっしゃるので、それも全然可能ですね。で、ここもしっかり屋根がついてるので日焼け対策をしながら勉強して、はい。教室から裏庭まではどのくらいの距離があるんですか？距離自体はもう出てすぐのところにございます。はい、こちらもベンチですね。ちゃんとテントがついているので、さすがに雨の日にここで勉強する方はいらっしゃらないですが、日焼け対策にはなりますね。その他でサポートとところで説明していきたいと思います。日本人の学生マネージャーっていうものがおりまして、初日のオリエンテーションで、まあ、そこはしっかり日本語でどういう学校で、まあ、どういうスケジュールで、今後のスケジュールがどうなってと、まあ、そこはちゃんと丁寧に説明するので、心配なく授業に進んでいけるかなというふうに考えています。途中で相談とか困りごととかあった時も、遠慮なく学生マネージャーに言っていただいて、上に掛け合ったりすることができる環境はございます。クラーク国際空港と、あとマニラ国際空港からはピックアップして学校まで来れるという形になってますので、安心して学校まで来ていただけるのかなということです。週末時間がある時に旅行に出かけられると思うんですけれども、クラーク結構自然豊かなところで観光スポットもたくさんありますので、ぜひクラーク来られた際は息抜きに遊びに行かれるといいかなというふうに思います。なんかめちゃくちゃ楽しそうなところがいっぱいありますね。そうですね、はい。他の多国籍の方と一緒に旅行とかに行って、まあ、そこで仲良くなってどんどんコミュニケーションを取って、それでお互い英語レベルを
まあ、上げていくようなことにもつながると思うので、勉強根詰めじゃなくて、まあ、楽しみながら英語を学ぶというところもできるのかなというふうに思いますね。そうですね。ヘルプ行った際にはぜひ、こういったところにも訪れていただきたいですね。はい。締めなので、よろしくお願いします。以上で説明終わりになるんですが、最後に、トコ、クラーク以外に、バギオにもキャンパスがございまして、こちらが再開予定で計画を進めているということになります。こちらは、セミスパルタではなくて、さらに、スパルタ、教育システムになるということなので、より勉強に没頭して集中したいという方は楽しめると思いますので、こうご期待ください。オープンになりましたらまたぜひ動画って出したいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ヘルプイングリッシュセミスパルタで厳しい部分もあるんですが、その分しっかり英語の勉強に集中して、まあ、短期間で英語力を伸ばせる環境が揃ってるかなと思います。あとはすごいクラーク自身もいいところで、観光スポットもございますし、勉強とアクティビティともに充実した時間になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。新学さん、ご説明ありがとうございました。ありがとうございました。留学や学校についてもっと知りたいという方は LINE から友達登録いただき、そちらからお問い合わせください。チャンネルの登録、グッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。現地でお待ちしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。